レンゾ・マルテンス、キロワット・ベルリンにて、レンゾ・マルテンスは、オランダのテルヌーゼン生まれ、現在アムステルダムとキンシャサ在住のアーティスト。マルテンスは、コンゴにおける、貧困の天然資源としての売り込みを推奨する、ドキュメンタリー、エピソード3、エンジョイ・ポパティなど、挑発的な作風で知られる。2010年、コンゴの熱帯雨林のパーム油プランテーションに関する、ジェントリフィケーションプログラムのためのInstitute for Human Activitiesを開始。内名編大学で政治学をロイヤルアカデミー・オブ・ファイン・アーツとアムステルダムのヘリト・リートフェルト・アカデミーで芸術を学ぶ。2010年、ニューヨークのイスシッピープログラムのアーティスト・イン・レジデンスに、2013年にはエール大学のリーダーシッププログラムであるエールワールドフェロープログラムに参加。現在、ゲントの芸術学校で芸術の博士号を取得中。これまでに、ロンドンのユニバーシティカレッジ、ロンドンスクールオブエコノミクス、イェール大学、ゴールドスミス、ステイデルシュル・フランクフルト、ヘッド・ゲネベイ、キャスク、及び、マドリード国立美術館にて講義を行う。チェチェンの紛争地帯を舞台とした短編ドキュメンタリー。この中でマルテンスは、カメラを中心に置いて、チェチェン人に、自分のことをどう思うか質問する。紛争地帯の映像がアーティストの個人的なストーリーと混ざり合う否定形のドキュメンタリー作品。今後内陸部の最も貧しく治安の悪い地域における2年にわたる滞在を経て制作された長編ドキュメンタリー。この作品で彼は貧困によって利益を得るために地元の写真家に最も残酷で衝撃的な状況にレンズを向けることを勧める。例えば栄養失調の子供の浮き出たあばら骨をどのように撮影すれば欧米の新聞に魅力的に売り込むことができるかをレクチャーする。この作品はアーティストによる独自の戦略により現代美術における政治的主張を明確に表明した。ポンピドゥセンター、ベルリンビエンナーレ、マニフェスタ7、モスクワビエンナーレ、テートモダン、アムステルダム市立美術館、第19回シドニービエンナーレ、その他多数の著名映画祭やアートイベントにて上映された。Zeitz MOCAAのキュレーターAzu Nwagboguは、この映画を私たちの時代におけるゲルニカと称した。2010年にInstitute for Human Activitiesを設立し、研究所の芸術監督に就任。以下の目標は、経済的不平等に対する芸術的批判が象徴的にではなく物質的な観点からそれを是正できることを証明することである。以下はジェントリフィケーションプログラムを実施することによりアートセンター周辺の人々の生活を改善しようとしている。2014年以来芸術作品の制作を基盤とした新たな生態学的イニシアティブを展開する農園労働者の協力団体であるCercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaiseと緊密に連携して活動している。ありがとうございます。